おはようございます鈴木道夫です家族一人一人がみんな健康であることこれは誰しもが願うことですねみんなが健康で楽しく暮らせるというのは何者にも買い難いものですそんな皆さんの健康に関する相談を受けしているのがこのサンデークリニックです直接専門の先生に相談に応じていただくことで健康に関する正確な情報をお伝えします どうぞ安心して皆さんの相談をお寄せください今日のテーマは大切な予防接種のお話です小児肺炎球菌ワクチンについてです早速今日の先生をご紹介いたしましょう沼津市の杉谷小児会議員委員長の杉谷正春先生です先生おはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますえー、今回は 大切な予防接種のお話です小児肺炎球菌ワクチンというテーマでお話を伺ってまいりますけれどもまず予防接種の大切さこれは改めて皆さんにご理解いただきたいですねそうですね二週にわたって予防接種の大切さについてシリーズが続きましたけれども今日はその三回目になりますのでえ今回はおさらいを含めて予防接種全般について お話ししたいと思っておりますはい、よろしくお願いします最近は本当にたくさんの予防接種を受けるようになりました これまでも人々の健康を守る上で大切な役割の1つというお話を伺ってまいりましたけれども生まれて2ヶ月過ぎから予防接種が始まるとといううことでですすね。はい、そうですね。そ、えー、赤ちゃんが生まれて出生届が市町に出されますと2ヶ月前に自動的に予防接種の接種券が皆さんのところに送られてくるシステムになっております。はいえー、たくさんのの種類あるいい、は同じももを何回も受けなけなななればならない という,ふうになっておりますでその後も1歳過ぎあるいは3歳ごろそれから入学前とお子さんの受ける接種というのは非常に今増えてるんですね多くの方々は市町から送られてくる通知をご覧になってどちらかというとえ北から受けるというお母さんたちが多いのではないかなというふうに感じておりますけれどもえ今日はそれをあのどうして これだけたくさんの接種を受けなければいけないかあるいは受けるようになっているかということを、えー、理解していただきたいと思いますしそのために少しし予防接種の歴史についいいいいてて触れてみたいと思まますすはい、お願いしますで今年はあの戦後70年と言われてますけれどもちょうどその戦後の昭和21年の記録を見ますと、えー、その当時日本でですね百0席にかかった人が約15万人。 でそのうち亡くなられた方が1万7000人それからジフテリアが8万6000人の方がかかってそのうちの7860人が亡くなったあるいは破傷風で亡くなられた方が2200人というふうに記録されてます、うん、それからはしかですね、はい、その当時はしかにかかった方が18万人でそのうち2万人のお子さんが亡くなっているというふうになっていますね。今ここのようなことがあったら 本当に大騒ぎになると思うんですけれども終戦前後の混乱期でしたから予防接種なども十分に行われてなくて、うん、中断されてためにですね免疫のないお子さんが多くいたということも影響していると思います、はい、皆さんが今お話したように我が国で現在ですねこういうような病気で亡くなったというような話は聞いたことがないと思いますで、それはこういうことがあったためにですねその当時あった ジフテリア百日脊発症風を一緒にした3種混合ワクチンというのを比較的混乱の時期でしたけれども全国お子さん全員にするようにですねその当時は義務接種としなければならないという方法で決めて実施して したんですね、そのためにこの現在はほとんどそういう病気で亡くなるというようなお子さんは亡くなったとということです、はい、あの病気の名前は聞いたことがあってもそれにかかって亡くなった方がこんなに多いというのは本当にその当時は大変な病気だったわけですよね。そうですね であの予防接種の歴史ということでその期限はいつ頃なんでしょうかあのイギリスのお医者様のエドワード・ジェンナーが天然痘のワクチンをお子さんにしたというような話はなんか聞いたことがあるんですけども、はい、歴史上有名な話としてご存知の方も多いと思いますけれどもエドワード・ジェンナーが天然痘この病気も今地球上から もう撲滅されたということで、はいえー、予防接種は行っておりませんけれどもその当時ですね大勢の人がかかって毎年のようにたくさんの方が亡くなってたんですねそれで牛糖ワクチンって、まあ、人間に感染するよりも少し弱いものをですね人体に接種してあの予防できるのではないかという発想で6人の 人にですねこの先生が試したわけですねこれが今から220年ぐらい前の1796年の出来事ででこの時に初めて予防接種ワクチンネーションという言葉ができたようですでその当時はですねワクチンを接種することに対して倫理上宗教政治安全性などを含めてえ非常に数々の論争があったようですし、はい 研究者への迫害もあったようですねでしかしこの早期にですねそのやったことに対しての効果が実証されたこととそれからそれを見てその当時の行政でしょうかそのそれで非常に効果が上がってですね予防接種が広範囲に受けられるようになったわけですね。で 天然痘っていうのは致死率がですねかかると亡くなる方が20から30%と言われておりまして昭和2 2 3年頃で日本でもですね天然痘のにかかった方が1万7,000人ぐらいいてそのうち3029人の方が亡くなったという記録があります。はい、で、えー、昨年ですねアフリカでエボラ出血熱というのが流行して、まあ、世界で恐れられていますけれども。 大昔はおそらくこのようなことがですね、繰り返しあちこちで起こってたのではないかと思いますね。はい、まあ当時の人たちにとっては原因がなんだかわからなくて、死亡率が高くて、大勢の人が亡くなるような病気がですね、たびたび流行してパニックに陥ってたのではないかと想像されます。です,ね、ですから天然痘ワクチンの開発というのは、まあ、人類にとっては画期的な出来事の一つだったのではないでしょうかね。 でこの予防接種の開発はですねその後かかる率が高くてそしてその病気にかかると死亡率あるいは致死率の高い感染症からその予防接種の開発っていうのが進められてきたようです。はい、でこのの予防接種の開発と 昭和30年代以降に開発されてきた抗生物質の発見による化学療法の発達で感染症による罹患率あるいは死亡率が飛躍的に、まあ、減少したことは間違いないと思いますし、はい、まあ人々に対する感染症の克服にいかに寄与しているかということが分かると思います。です,ね、ですからその、えー、大切な手段として予防接種というのがあるということですね。はい で私があの医師になった頃はちょうど東京オリンピックの頃ですから今から50年ぐらい前ですけれどもその頃振り返ってみますと、えー、今お話しした3種混合ワクチンジフテリエ白二関発症風ですね、はい、それからその当時はまだ結核が日本では非常に流行ってました結<ー>核を予防するためのツベルクリン反応と BCG それから今の天然痘の予防接種の主痘ですね、はい、それから昭和30年代に日本であのポリオ小児麻痺が非常に流行しましたでこの小児麻痺も今でもですねかかるとポリオのウイルスに効く薬というのはないんですね、うん、で助かってもいろいろな後遺症が残る病気で、えー、ワクチンで予防する以外に、えー、手出せはないんですけどもこのポリオワクチンそれから えー、日本農園のワクチンなどがありましたけれどもこの当時は接種費用もですね、えー、全て今のように、えー、無料ではなくて一部個人負担になってました、はい、でこのあと天然痘という病気はもう撲滅されたということで、えー、昭和50年前後にもう中止になりましたそれからツベルクリン反応というのを今やらなくて今日 ここでお話聞かれてるお年の方々はツベルクニ反応を何回もやった記憶があると思いますけれども今それはやらなくなりました、うんはい、その後ですねあの最近までの間に新しく6種類の病気に対する予防接種が追加されまして現在は11の疾患を予防するためにそれを定期予防接種として実施しております。はい、でまた 今の定期予防接種というのはすべて自己負担なしで無料で行われているのが一般的になっております。はい。まあ予防接種に本当にいろんな種類があってその目的役割が今のお話でわかりましたけれども法的にはどうなっているんですか。ええー、っと我が国はですね予防接種法というのが定めがありましてそれに基づいて、えー、実施されております。で予防接種について 予防接種法の中で疾病に対して免疫の効果を得させるため、えー、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを人体に注射しまたは接種することというふうに定義されております、はい、つまりワクチンを接種することによって人工的に個々の病気に対する免疫を作ってそれで病気を予防するという のが予防接種の目的となっているわけですね。はい、で、日本の予防接種では定期接種、臨時接種、任意接種と3つに分けられております。で、定期接種というのは先ほどからお話しているい,いろいろな注射がありますというあの接種券が送られてくる予防接種ですけれども、はい、あの対象年齢が限られておりますけれども、接種費用は公費助成となっております。 でほとんどが無料になってますねそれから多くの国はですね義務接種となっているんですけれども我が国は勧奨、えー、制度となっております、えー、要するに受けなければならぬとは言ってなくてですね、えー、なるべく受けてくださいということになっておりますはい。それから臨時接種というのはですねこれはある病気が流行して蔓、ま、延予防上緊急の必要があるときに 都道府県知事が市町村長に行うように指示することができて公費助成で行っってて原則無償とということになっております、はい、それから3番目は任意接種ですけれどもこれはあの予防接種法で定めがなくて。 受ける方の非接種者の自由意志によって受ける予防接種であります。で、これは当然接種費用は自己負担全額自己負担となりますね。はい、それから定期あるいは臨時接種で健康被害が発生した場合には予防接種法による救済制度がありますけれども、任意接種の場合にはこれが適用されなくて。 別にですね、医薬品副作用被害救済制度というのがありまして、それが適用されることになっております。そうです。あ、あの予防接種にはね、あの間隔を空けて何回か行うものですとか。はい、あの、一回だけでいいもの、二回だけでいいものと、はい、いろいろありますけれども、これはどういう理由なんでしょうか。はい、えっと、ワクチンにはですね、主に三つの種類があります。まず、生ワクチンというのがあります。で、これは、あの、ウイルスをですね。 半殺しにしてそのまま入れれば同じ病気が発病するわけですけれども病気が発症しないようにかつ死んだウイルスを入れたんでは免疫ができませんからその毒性を十分に弱めてそれを体に入れてそしてあの免疫を作るという方法ですねそれを生ワクチンと言います、はい、まあ新風疹、水疱瘡、オタフ風邪などがそういう生ワクチンにあたりますね。で 本来はです、ね、このウイルスが少し体の中に入るわけですから持続的にこの体の中に存在するために免疫が落ちないというふうに言われてたんですけれどもどうもこの10年20年経ちますとねあの免疫が落ちてしまうことが分かってきて例えばハシカとか風疹が摂取をしているのに大人になってかかるという例が出てきました。はい、そこで今は 2回やるとということになってます、はい、それから次に「不活化ワクチン」というのがあります。これはあのウイルスやあるいは細菌をですね破壊してしまってそして繁殖はしないようにしてこれを「不活化」と言いますけれどもそれを人体に与えて免疫を作る方法ですそのためにですねワクチンの効果が弱いために何回か行わないといけないわけですね。はいで えー、初回の免疫を作る時に、えー、2回とか3回やって年月を置いてまた1回あるいは2回やらなければいけないということになっております。でこれが先週あるいは今日これから後ほどお話しする h i ワクチン小児肺炎球菌ワクチンあるいは102隻とかポリオワクチンになります。はい、それれからもうう一つトキソイドというのがありますこれは えと菌が発生する毒素を取り出しましてそれを無毒化してそれをその人体に入れることによって免疫を作る方法です。ですから不活化ワクチンとかトキソイドのワクチンというのは抗体を作る力が弱いために何回かや間隔を空けて 行わなければいけないという必要があるわけですはいわかりましたその何回かに分けてそして期間を置いてというところでこれからスケジュールを立てなければならないということになるわけですけれどもね,ねまたあの後ほど詳しく伺っていきたいと思います、はい、今日は大切な予防接種のお話です小児肺炎球菌ワクチンというテーマで沼津市の杉谷小児科医院院長の杉谷正原先生にお話を伺っています さああの何回か受けなければならないまた期間を置いて受けなければならないという予防接種もあるわけなんですけれども最近、まあ、あの定期接種となったワクチンで水ヒブワクチンこれについてあのこの三大クリニックでも前々回そして前回に取り上げてまいりましたけれども、はい、今日のテーマもう一つの「 小児肺炎球菌ワクチンこれがありますね肺炎吸菌というのはあの細菌なんですけれどもばい菌ですね。はい、で感染しますと一般に言う風邪症状程度で済むものから、えー、中耳炎とか副鼻腔炎とかあるいは肺炎とか髄膜炎などの重い病気になることがあります。で化学療法も有効なんですけれども特に新生児からゼロ歳児のお子様が感染しますと。 えー、肺炎髄膜炎等を併発して重症化してあるいは亡くなられる方もありますし助かっても後遺症が残ったりする病気なんですね。はい、でそのための予防接種なんですけれども、えー、日本では、えー、2010年2月に、えー、欧米から10年遅れて導入されました。当初はは、えー、定期接種ででなかかったんですけれども2013年度から 定期接種となりました。はい、また、2013年の11月からは従来の7カワクチン、え、7種類の肺炎球菌に予防効果があるワクチンですけれども、えー、7カのワクチンから13カのワクチンに、えー、変わりました。えー、この7カとか13カというのはですね、人間も顔形が違うようにですね、えー、細菌もウイルスもですね、同じ ウイルスあるいは細菌でもこの遺伝子が違ってタイプがあっていろいろ分けられておりますですからあるタイプのものにかかったらもうかからないかというとるがあるわけですねそれで人間に感染する頻度の高い種類を選んで作ったワクチンで最初は7つ種類その次は今使われているのは13種類の ものが入ってていいいいいいるととううふうに理解していただければいいと思います、はい、で肺炎球菌というのは高齢者も肺炎球菌に感染することがありまして重い肺炎などにかかることがあるんですけれども、えー、高齢者がかかる肺炎球菌と乳児新生児がかかる肺炎球菌とまた種類が違うんですね。<ー>で、えー、高齢者の肺炎球菌というのの予防接種というのがありますけれども。 これとはまた別のものになっておりますのでそこで赤ちゃんに、えー、接種するワクチンを小児肺炎吸菌という,ふうに呼んでおります、はいで。ワクチンの接種回数は、えー、最初に受ける月齢年齢によって異なっておりますで生まれて2ヶ月から6ヶ月までに初回接種を始めれば全部で4回受けますね、はい、それから初回接種が7ヶ月から11ヶ月になった場合には3回 それから一歳を過ぎますと二回、二歳から九歳までは回となっております。で、えー、生後二ヶ月から五歳までが定期接種の対象となっております。で、月齢が進んで遅れて接種すれば回数が減るからということで見合わせる方がいるんですけれども、えー、先ほどお話したように小に肺炎球菌の感染症にかかりますとね。 小さい年齢、月齢のお子さんほど重症化する率が高いものですから、えー、ぜひあの2ヶ月過ぎたら早めに受けていただくということが必要ではないかというふうに考えておりますで、えー、先週お話しにあった、皮膚ワクチンと肺炎球菌というのは、もう今、皮膚肺炎球菌というふうにです、ね、もうつきもののように言ってますけれども、ぜひあの一緒に、えー、受けていただきたいと思います。はい あの今お話のありました定期接種のほかにもう一つ任意接種のねお話も伺いましたけれども、はいはい、やはり受けた方がいいワクチンというのもその中にあるということでしょうか、はい、そうですね、えー、定期接種として定められている対象外で受ける場合には全て任意接種となりますけれども、えー、この場合にですね予防効果を満たすためにはぜひ受けていただきたいと思いますこれはあの定期接種を漏れてしまってあるいは 何らかの理由でこの受けられなかった方についてですね、はい、それから定期接種に含まれていないもので赤ちゃんでまあ、ぜひ受けていただきたいのの中にですねロタウイルスワクチンと B 型肝炎ワクチンというのがあります、はい、でロタウイルスワクチンというのはロタウイルス感染症を予防するワクチンなんですけれどもこれはあのかかりますと頻回の嘔吐と下痢 が主な症状なんですけれども0歳から3歳ぐらいのお子さんがかかりますとあの脱水等で、えー、大変なことになって入院をして、えー、点滴とかいろいろ治療をしなければいけなくなることが頻繁に起こる病気です。はい、で低開発国などではその脱水のために命を落とす赤ちゃんが大勢いるので欧米で開発されたワクチンなんですね。で4週間間隔で 2回でいいの最終回がですね6ヶ月を超えないように受けないと、えー、それ以上のお子さん大きいお子さんや大人は、えー、副反応の関係で受けられないことになっておりますので<ー>、えー、なるべく早くに受けていただくことがベタただですね現在では費用が合計で約3万円かかります。 おお母さん方にお話をしますと、ね、えー、そんなにというふうによく言われますけれども、まあ、万が一お子さんが入院しなければいけない状態になった時には仕事を持っているお母さんお父さんが付き添いとかそういうことで休まなければいけませんからそういうことを思えばあの決して高くはないのではないかなというふうにあの思っております。はい、それれれからももう一つ B 型肝炎なんですけれどもこれはあの B 型肝炎に感染しますと10年20年ってたってから発症して B 型肝炎あるいはそれから肝硬変とか肝臓がんの原因になったりする病気の予防注射なんですね。はい、それで、えー、これはですね平成28年度にには定期予防接種になる可能性がありますでこれはあの国の予算の関係がありますけれども使用そ,そういう可能性があるということをお話しししておきますけれども。 できるだけこのワクチンも早期に受けた方が良いというふうに生後2ヶ月から6ヶ月に受ける予防接種、本当にたくさんこれまでも、ね、ご紹介した中にありましたけれども、はいはい、スケジュールはどんなふうに別々にです、ね、接種しますと、えー、何回も医療機関にかからなければいけませんしそれから何回も行くことによってです、ね、接種に行った時に病院で病気をうつ,るうつされる可能性があります。 でこれをです、ね、紛れ込み現象というんですけれども赤ちゃんが予防接種に行って、えー、熱が出たりすることはよくあるんですけれどもそれが注射のためかあるいは病気をうつされて出たのかというのがなかなか医学的に判断できない例がありますので予防接種を受けるのに医療機関に行くのはなるべく少なくした方がいいというふうに 考えておりますでそのために、えー、多くの種類をですねそれにはですね、えー、いくつかの理由があるんですけれども今お話したように小さいお子さんがかかると重症化するような病気の予防をするためですからなるべく早くに済ませた方がいいわけですね、えー、そういうことであの同時接種を進めております。 まあこのようにあの数が増えたもんですから同時接種の頻度が高くなったんですけれどもこの同時接種を受けた赤ちゃんに健康被害が出たという報道がされましたけれどもあのその後のいろいろな専門家の医学的な調査によってですねワクチンとの因果関係というのは今のところないというふうにされております。えー、ですから、 なるべく今話したような理由で同時接種で進めていくのがよろしいのではないかと思います。でそうしますとあのスケジュールとしてですね国立感染症研究所の感染情報センターの編さしたものあるいは日本小児科学会が推奨しているものあるいは VPD を知って子どもを守ろうの会これは予防接種をすることによって 病気を防ごうということを率先して行っている会ですけど、そこの偏差、えー、したのが代表的なものではないかと思います。えー、ですけれども我々が日常あのお母さん方接してますと、まあい,いろいろな事情でですね、スケジュールがどうしてもそのスケジュール表に合わない方っていうのは結構いるものなんですね。はい、ですからやはりかかりつけの先生に相談されて決めていただくのが。 一番いいいいのでははないかとううふうには思っております、はい、やはりお子さんの体調も、ね、その時その時で変わってまいりますしあの無理にその日にやらなければならないということではないのでやはり先生に相談しながらスケジュールを作り直しながらやっていくということになりますかね。 あの今お話の中で安全性のことも出ておりましたけれども、はい、ここのもので健康被害みたいなものの報告はあるものの同時接種でほとんどそういった報告がないということでよろしいでしいい。でょうか。はい、あの今現在は同時接種をやったことによって重大なことが起こった例という報告は公表はされてないように思います。 あのスケジュールに関しましては先生のアドバイスに従ってかかりつけの先生によく相談しながら予定を、はい、あの進めていただいてせっかくあるものですからね有効に使っていただくとこういうことに、えー、ぜひ気をつけていいいい。たただきたいと思いますね。はわからないことは本当とにあのかかりつけの先生にどんな細かいことでも相談をすればいいということでよろしいでしょうか。いはいはい 予防接種の大切さ、そしてどのような種類があって、どんな風に受ければいいかということ先生のアドバイス、よく参考になさってくださいね。今日は、大切な予防接種のお話です。小児肺炎球菌ワクチンについてということで、沼津市の杉谷小児会員委員長の杉谷正治先生にお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。